テデウム派長長オッペ45はアントン・ブルックナーが作曲した宗教合唱曲である。ブルックナーはこの曲を全ては主の最大の誉れのために作曲した。力強く荘厳な響きを持つ曲で高気ロマン派の作曲家が書いた宗教曲の最高峰とも言われている。現在知られているテデウムは1883年から1884年に かけて作曲されたものである。時期的には、ワーグナーの詩、及び、公共曲第7番の完成の直後である。途中の火星進行が第7公共曲のアダージョに、非常に似ていて、様式的には、典型的なこの時代の作曲者の作品である。もっとも、レオポルト・ノバークによると、1881年に、この曲のスケッチを行っている。そのスケッチも残されている。 ただしこの時点での作曲は未完成に終わっているとのことである。これは時期的には公共曲第6番の作曲時期にあたる。ブルックナーにとっては1868年に作曲されたミサ曲へ短調以来の大規模な宗教曲である。初版は1885年に出版された。これはフランツ・シャルクによる皇帝が加わっている。ノバークによる 原点版は1962年に出版された。このスコアには、テデウム1884年版と記している。初版とノバーク版の相違は、細部に数箇所ある。また自筆項には、当時の監修に従ったと思われる、オルガンの省略可能指示などが書き込まれていたが、ノバーク版はこれを採用していない。約24分。神なる恩苗我らは讃えの歌詞で始まる。 アレグロモデラートの速度であり、さらにドイツ語で力を持って総合にと指定されている。全曲を支配する基本音形が提示された後、合唱が力強く歌い出す。音美に願い祭りますの歌詞で始まる。モデラート、ヘタン調の静かな曲である。合唱はここでは用いられない。第一曲と同様な指示がなされているが、ここでは二単調であり、火星法も いくらか大胆である。無伴奏のコラールによって結ばれる。恩美の民を救いた前の歌詞で始まる。第二曲によく似た雰囲気で始まるが、それよりも大味である。途中からが消もあわって力を増していく。四人の独唱者の重唱から、公共曲第七番、第二楽章の戦律に基づいた風がへと発展していく。最後は、第一曲との関連を見せ。 勝利の外科となって力強く曲を締めくくる。1894年、ウィーン大学の講義においてブルックナーは、公共曲第9番が未完成に終わった場合には、自作の手、デウムを演奏するように示唆したと伝えられる。このことから、公共曲第9番や手、デウムの特別な関係や、それぞれの曲のブルックナーの作品群の中での、 特別な位置づけを解釈する研究者もいるが、憶測の域を脱しないものが多い。なお、で、デウムを実際に第9番の修学賞として演奏することに関する、現在の研究者の見解等については、公共局第9番の記事中にて説明する。ありがとうございます。